県は都市部から離れた地域の医療環境の改善に向け、飯豊町の中山間地域の診療所と病院をオンラインでつなぐ実証実験を開始しました。体調はどうですか？まあまあです。まあまあですか？はい。オンライン診療が始まったのは、飯豊町の中山間地域にある中津川診療所です。常駐の医師がおらず、週に3日、公立沖玉総合病院の医師が車でおよそ40分かけ訪問し、地区内の患者の診療に当たってきました。実証実験では、診療所と公立沖玉総合病院をオンラインでつなぎます。今日も血圧の方は大丈夫そうですね。医師は電子カルテで共有された血圧や脈拍などの情報などをもとに診察。有機 EL 照明や高画質のディスプレイを活用し、患者の顔色などをより肉眼に近い形で診察できるということです。今日は地区内の70代から90代の5人が診察を受けました。医療資源の少ない僻地でも診療の機会を確保し、移動による医師の負担軽減なども期待されます。直接行かないで、まあ、簡単につなぐことができるっていうところ、まあ、それこそ天候とか自然災害とか、そういったところでも患者さんを見ることができるっていうのは、非常に大きなメリットになってくるんじゃないかなと思います。このオンライン診療は西川町、真室川町に続き3例目。来年3月まで実施し、県では課題や効果を検証することにしています。